1600年に起きた関ヶ原の戦い、その関ヶ原の戦いにおける兵力というのが伝えられています。兵力は東軍がいますね。そして西軍がいます。この西軍が約8万と伝えられています。でその一方で東軍が約8万5千と伝えられています。この兵力さえ見だけを見ればほぼ互角ですよね。でほぼ互角で戦ったというふうになっているんですが、実はこれ皆さん家康にとってはこれこの兵力で戦うのはとんでもない大誤算だったんですよ。なぜか、それは本来であればこの兵力8万が起こされるんじゃないんですよ。本当やったら12万やったんです。これ12万対8万から楽勝やったはずなんですよ。ということは差し引き約まあちょっとか大雑把にやって書いてるの数が合わないんですが、約3万8000人の軍勢がないんですね。なぜないのか、それはこの別動隊の3万8000の兵力が実はこの関ヶ原の戦いに間に合わなかったんです。なぜ別動隊はこの戦いに間に合わなかったんでしょうか。実はそれはその原因というのがある戦国武将の親子にあるんです。それは誰かと言いますと、西軍の方にしますね。真田正幸と信繁、別名幸村ですね。真田正幸、信繁親子が実はこの3万8000の軍勢を食い止めたんですね。どういうことか、あの関ヶ原の戦いに向かうときに家康は本体は兵力を2つに分けました。なぜなら1つの兵力が例えば5万6万の兵力が一気にね、とあの同じ東海道を下るっていうのは物理的に不可能なんですよ。そこで兵を2つに分けて家康本体は東海道、そして彼の息子である徳川秀忠率いる3万8千の軍隊は中山道を通るようにしたんですね。つまり軍勢を2つに分けて2手から関ヶ原を目指そうとしたわけなんです。しかしその中山道の途中にはこの真田正幸信繁親子が守る上田城がありました。関ヶ原の戦いという大目標がある。それを考えれば何もこんなところでとどまって上田城を攻め落とすなんて考えずに無視すればいいんですよ。城を無視して、とあの無視して中山道を突っ走って関ヶ原に間に合わないと何やろうって大事なんですか。ところがうまいことこの真田正幸の武士親子はこの3万8千の秀忠率いる3万8千の軍勢を自分とこの戦いに引きずり込むことに成功するんですね。で、頭が振ってに達した秀忠は何としても真田家を滅ぼしてやると言って果敢に攻めていくんですよ。ところが戦上手でしかも準備万端な真田の親子はそれ分かってる。だからさ、そんな落とせるはずだ。結局時間と兵力を無駄に浪費してしまったんですね。で、平地がそんなことしかしているうちにどん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 日は過ぎていく。そして気がついた、それに気がついた秀忠は青くなって大急ぎで関ヶ原に向かうんですが、当然間に合わない。そして関ヶ原の戦いが終わった頃にはもはや秀忠の軍勢がついた頃にはもはや関ヶ原の戦いは終わっていたんですね。まあ関ヶ原の戦いには勝利したものの、この当てにしていた3万8千の軍勢が、ね、なかったということは負けてたかもしれない。そう考えると家康が起こるのは当たり前ですよね。関ヶ原の戦いに来て秀忠が伝えた行為に関する秀忠の家康の怒りは凄まじいものがあって、秀忠が地産に対してお詫びを申しててもしばらくは弁解すら許さなかったと伝えています。まあ、そんだけ怒ってるんですよね。まあ、当てにしていた3万8000の兵力が使えなかったんですから、それは家康が起こるのは当たり前なんですよ。では、ね、
当てにしていた3万8千が使えないということは結局8万5千ですよね。で8万の西軍と戦ったわけです。こう考えたらやっぱ誤学がむしろ不利ですよね。当てにしていたのが使えないの、焦る家康はむしろ不利です。じゃあその不利をどうやって家康はしのぐことができたんでしょうか。それは鍵を握ったのは秀吉との縁が非常に深かったある一人の武将の裏切り行為だったんですよね。